皆さん、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか。私は元気にしております。現在年末年始の準備をしております。まあ今は年末、いや年末の準備か、いや年末年始ですね。はい、これは鳥のつみれでございます。そして、はい、もうわかりますね。はい、何を作ろうとしているか、ここでもうわかるでしょう。はい、そしてこれですね。はい、なんだっけ、ガンモドキ、あ、五目ガンモドキだ。いろいろ入ってるんでね。でここにね、もうすでにね、こうやってほら、こうやってこの深さの鍋にこうやってね、先ほどはんぺんを入れたところですよ。この下にもいろいろあるんですよ。そしてさらによっと、これに蓋をして、はい、こっち側にはもうおでんの中で私が一番好きな巾着がぞろりぞろりと顔を揃えております。はい、その下には椎茸がたくさんありますね。はい、そんな感じです。そして奥の方を開けてみましょう。はい、これ何ですか、何でしょう。なんとなんと、今回は売ってるものじゃなくて、手作り、だし、もう最初のだしから取った、年越しそば用のつゆでございます。素晴らしい。はい、こんな感じで、これ台所のガスコンロの、あの、なんかあれです、フィルターじゃないけどあれです。はい、こんな感じで、年末年始の準備をしております。はい、こんな感じですね。はい、いいですね。美味しそうだな、早く食べたいだな。はい、もう今日でも食べれるんじゃないかな。うん今日は晦日か、大晦日じゃない。はい、ということでやめときましょう。はい、ということで今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。